と契約する。パートナーセレクト。よろしく。心の準備が。すでに剣折れ、矢は尽き果てた。漆黒が暗黒に飲まれ、狂気が狂乱に蹂躙され、宇宙が無に帰した。なのになぜ我らがまだここにある。滅び消えたはずの我らが。我ら、なるほど、そういうことか。無限の糸の切れ端をかき集め、寄り合わせ、因果の糸車に巻き取ったというわけか。だが、すべては無価値だ。所詮この身は、死せる言葉のパッチワーク。意味をなさぬ、たわごとに過ぎぬのだから。なんだここは。記録が混乱している。わらわは封印されていたのか。この街並みはアーカムシティのようだが、わらわは戻ってきたのか。だが空気が違う、気配が違う。この胸に大きな穴が開いたような感覚は何だ。クロ、どこにいる。我が主よ、マレとのつながりが感じられぬ。このままでは拉致が開かぬか。周囲を調べてみるとしよう。下道法典、慣れごときの手には負えんよ。ぜひお使いください。
ルバイトでアサイラムさんのことはよくわからず、すみません。では私と私のお友達を登録いたしましたので、いつでもお呼びください。物か珍しいな。だが外宇宙の気配を感じる。これはスターヴァンパイアか。あなた吸血鬼になりたいの？バカ、本当にバカ。こんな体になりたいなんて。どうなんだ。ほら行ってみなさいよ。死者なしで無茶はしたくないのだが、奴らの手先であるならば容赦はせん。我が魔術受けてみるがいい。来なさい。Yeah!
ヒロインの座は重すぎるわ。うむ、何やら様子が変わったようだな。スターヴァンパイアの気配も抜けたか。こう言ってはなんだが、正気に戻ったか、吸血鬼。吸血鬼ではないわ。私はダンピール。人間と吸血鬼の根血よ。あなた、魔導書なのね。人間化しているのを見たのは初めてだわ。犯人犯用、吸血鬼と人間の混血児というわけか。それは失礼した。そちらの暴言と相殺してやろう。なれもこの災害に巻き込まれた口のようだな。五道灰というわけ。突然黒い炎のような何かに包まれて、気がついたらご覧のありさまよ。礼を言うわ。ミズ・グリモワール。私の名はイブリス。そうだね、別に怪しいものじゃない。 Get ready! Fight! どうする待ってくれ。いざ行くわ。そのちょ落ちるかよ。いざ行くわ。いざ行くわ。いざ行くわ。油断は大敵。オーバースプルマイで行くわ。いざか信じる剣だ。そこか。いざか頼んだぞ。いざか行くわ。行くわ。いざか全然剣だ。超えてくるのは何？剣撃と剣撃の応酬、土振るう音、防ぐ音、傷つける者、傷つく者、共感する者の声、集まってくるのは何？怒りと憎悪の総括、不当の誓い、刺す痛み、戦う者、あがく者、前に進む者の心。我らは魂持たぬ知恵、使い手なき秘技のガランド、断裁され人愛となった。火にくべられ怪人となった。愛は失われた、憎しみに囚われた。伸ばした手は届かない。あるのはただ苦しみばかり。その我らに、なれは何を求めようというのだ。その姿ではあるが、人間ではないな。この魔力、
一体何者だ。今度は中世の騎士だぞ。どうなっておるのだ。だがその身に帯びた風の魔の気配を感じるぞ。わけのわからぬことを言う。悪しき者よ、この世から滅するがいい。問答無用というわけか。その鎧装束、いずれ名のある騎士だろうが、わけのわからないのは同じこと。わらわの魔力、その身で味わってみるがいい。騎士としてお相手いたしましょう。 Get ready! Fight! 邪魔だ。油断大敵。甘い。受けろ。まだまだ。行くぞ。甘く。いとオーバーブルマイだ。すぐ見たか。宇宙形態。邪魔だ。邪魔だ。行くぞ。吹き飛べ。どいてー。何だ。話にならんな。 Get ready! Fight! まだまだ。まいかかすぐ。ゆかかなどめ。どうだ、どうだ。ゆかか打ち止め。遅い。受けろ。頼んだぞ。甘い。落ちるぞ。甘い。どうだ、行くぞ。頼んだぞ。気配は去ったようだな。灰夜混沌の新たな遊戯か、それとも新たな CCD の介入。ゆえあって指名は明かせませんが、感謝します。あなたからはまがまがしい気を感じますが、悪意は感じられません。引っかかる言い方をしおるな。それにしても、確かにわらわのページの気配を感じたのだが、わらわは一枚たりとも欠けておらぬ。どういうことなのだ。どうやら尋常ならざる事態のようですね。戻るためにもやらねばならぬことができたようです。落ちるがよい。
この身は下道の知識を買って下道を狩る下道法典、慣れごときの手には負えんよ。そうなのです。ある魔導書がバラバラの世界からその世界ごと人を引き寄せてごちゃ混ぜになったとのことで、おかしなことばかりが起こっていて黒い影を見たという方も。魔導書のお名前は確かアル・アジフ・ウス・モルテスさんだったかと。資料秘宝、死者を蘇らせる魔導書。うん、そんなの本当にあったんだ。そんな風に呼ばれることも確かにあったな。それにしてもナレ、ひどい刺繍をまとっているぞ。一体どれだけの数の死者に触れてきたのだ。数えたことないからわかんない。この上アナクロなネクロマンシーまで広まったら面倒だからね。処分させてもらうよ。モルディディアンツキの分際で優にこと書いてアナクロ呼ばわりだと。温故知新という言葉の意味を教えてくれる。タフでかっこいいエチカちゃん、ただいま参上。下道の知識を買って下道を狩る下道法典、
慣れごときの手には負えんよ。あれ、私は死者の神が去ってなおその刺繍か。なれ、死体を洗うプールに浸かりでもしたのか。ひどいこと言うな、女の子に。ああ、でもよく見たらあなた可愛いね。ねえ、私と気持ちいいことしたくない？にゃっ、する離れろ無礼者、近寄るな、わらわに触れるな、クロー、クロー。よく来たな、アルアジフ。我らはわらわの到来を待ちわびていた。なんだこれは、写本ではない、擬天ですらない。断片？それも無数の断片の集合体だと。リナ、我らこそが無限無休無尽の半宇宙最後のネクロノミコ、最強の魔導書の残滓だ。わらわは無限の極彩の作り出した模造品に過ぎぬ。わらわが戦った者どもを傀儡にしていたのは我らだな。目的は分からんが、わらわの不始末はわらわ自身の手で挽回するのが道理というものだ。ナレが倒した者たちの痛み、苦しみ、嘆き、怒りのすべて我らは受け取った。今こそここに自らを歓喜しよう。精神正しき時は来たれり。我らはアルアジフ・エクスモルテス。わらわが真実アルアジフであるのなら我らの一部となるがいい。抵抗は無意味だ。その暗い闇の匂いは確かにわらわのもの。だが別の匂いもするぞ。負け犬の匂いだ。無限界の敗北にまみれようと折れ曲がったままならば我らはすでに偽物だ。わらわの強さを取り戻せ。わらわの誇りを取り戻せ。わらわは戦えるはずだ。わらわの魂はまだ絶望に染まりきっていないはずだ。それができぬというのならば、今この手で引導を渡してくれよう。かつてわらわであった者たちよ、無垢なる刃の威力、その身をもって味わうがいい。是非もなし。来い、継ぎはぎの世界を破壊する者よ。我は死者の掟、我は魔の本性を暴く者。夜に吠える魔物の声を聞け。 Get ready! ファイト！ミトクリスの戦いは決死の絶対の武器だ。オーバーブッツグラ豊か神獣形態。うるさい。オーバーブッツグラ豊か神獣形態。行くぞ。どこだ。油断はできない。敵の彼方にとどまるの。落ちるがいい。すぐいたか神獣形態。
浮き止め、イザカ、ズブア、イザカ、オーバーブルマイだ、はい、ズブア、イザカ、厳重警戒、まだまだ、ぶつけが、ズブア、イザカ、厳重警戒、まだまだ、行くぞ、イザカ、ズブア、ぶつけが、ミトクリスの鏡よ、ぶつけが、犯罪の演劇と、帰ってこい、油断を攻撃、頼んだぞ。見事だ、アルアジフよ。無限螺旋の戦いにあってなおも拳を振り上げることをやめなかった英語を旅する者よ。勇気や知恵よりも光り輝く愚かしさを、風車に突撃するドン・キホーテのごときひたむきな熱量こそが破滅と混沌を超越する。忘れていた、取り戻せた。ああ、ジグソーが消えてゆく。善が一に、一が善に。今こそ我らは、わらわと共に、我が父アブドゥル・アルハザードの名において。ご利用いただきありがとうございました。こちらで私のアルバイトも一旦おしまい。先ほどまでは確かにここにいらっしゃったのに、一体どちらに。こんなところに、よっぽどお急ぎだったのかな。ご挨拶したかったけど、きっとまたお会いできますよね。さあ気を取り直して残りのアルバイト頑張るぞ。注ぎ込まれる、流れ込んでくる、断裁され陣愛となった、火にくべられ怪人となった。無限無休無尽の半宇宙で、わらわたちのたどった末路が、我らの死の記憶が、アルアジフ・エクスモルテスの記録が見えるぞ。わらわがいかにして滅びたのか、いかにして死を迎えたのか。ああ、そうか、そうだったのだ。今こそわかった、わらわの身に何が起きたのか、かの者の身に何が起きたのか。クロー、
戦友と呼んだ、盟友と呼んだ。我らは肥沃の鳥、我らは倫理の枝とも。ふざけるな、ふざけるな。我が悠久、ただ一人の君を孤独のうちに置き去りにして、わらわはこんなところで何をやっておる。わらわが誓ったのは、死んだ程度では語れるような絆だったのか。感じるぞ、見ているのだろう。誰の仕業だったのだな。因果修理者、ヨウグソウとホウトフ。おっと、ここまでだよ。半宇宙で残骸の残骸の残骸を拾い集めて、寄せ集めて、かき集め続けて、今こそ全てが一つに、一つが全てに。三神器の一つ。ああ、なんて素晴らしいんだろう。時に大事なものを失い、時に苦しみ、時に血を流し、それでも希望を抱き、前に進み、戦いをやめなかった魂の輝きは、その方向こそ眠れる姫君に送る王子様のキスだ。最強の蘇生呪文よりもロマンチックで、最高の目覚まし時計よりもグルーミー。まるでヒロイン、まるでヒーロー。小娘みたいに憧れてしまうよ。矢を払わん世界の破壊者たちに。残る神器は二つ。最極の空気を抜け、究極の門の先へ行くため、次の仕込みを始めなければ。